さんこんにちは。私はハープという楽器のビジネスをやっております。まず自分にとって私は本当起業家になりたいと思って幼少の頃からいたんですけれども、自分にとって起業っていうのは本当に気合、気力とそれから機械の気ですね。あらゆる機械を使って起業っていうふうに考えています。で、皆さんにこれから起業される皆さんいらっしゃると思うんですけれども、ぜひ自分なりの起業っていうのを考えていただきたいと思っています。自分なりの答えを見つけるっていうことですね。はい。で、ハーバード大学のクリステンセン教授言ったことなんですけれども、イノベーティブアントレプレナーっていう概念があります。イノベーティブっていうのはその社会に還元すること、それから今までになかったその創作ですね、自分から出てくる考えを使って社会に還元するっていうことを提唱しています。私はこのイノベーティブアントレプレナーっていうのを目指して起業しました。で、弊社のモットーはですね、本当にシンプルです。より良い製品を日本の皆様にお届けする、ここはブレずにずっと続いていくところかなと思っています。で、現在海外6カ国とビジネスをやって提携しているわけですけれども、2国ですね、ご紹介したいと思います。一つはアメリカなんですけれども、これは創業期間もない1985年のアメリカです。ハープという楽器はこういうふうに始まりました。それから16年経って2001年ですね、徐々に規模も大きくなって、現在はこのようにアイリッシュハープと言われる、大きなハープではないんですけれども、たくさん種類を作っています。今欧米とそれからアジアでは、ナンバーワンの企業に成長しました。あと一つですね、中東のパキスタンという国で工場があるんですけれども、私も年に1回は行ってさまざまな楽器を作っています。これは2007年に行った当初の様子をですね、ちょっとご覧いただきたいんですけれども、かなり音がうるさい中に1日いてやります。交渉ですね、やります。これはデザインとか購入の数量とかを話し合っているところですね。こういう形で中東に行くと1週間くらいは工場に張り付いてやり取りをしたりしています。で、パキスタンという国なんですけれども、イメージ的には行って大丈夫なのとか言われること多いんですけれども、これ3人の方が、すいません、この方たちですね、工場のその創立者であるんですけれども、その奥さんたちです。で、実際にここでご覧いただけると、後ろにですね、ごめんなさい、後ろに、こう要塞みたいな壁があるんですけれども、実際にここを一歩出ると非常に危険な地域になっています。で、私も出るときはですね、このブルカっていうパキスタンの民族衣装を着て外に出なければいけないっていう決まりがあるので、郷に行けば郷に従えっていうようなこともビジネスの一つ大切なことかなっていうふうにいつも認識しています。
で年に一度私たちもパキスタンに行くのもすごく大変なので年に一度ドイツで会合を持っています。まあ、イギリスの方々それからアメリカの方それからインドネシアとベトナムの方こういった音楽産業に関わりがある方々とその木の確保ですとか、まあ、年間 の, その出荷の予定とかですねそういうことを話し合っています。で、まあ、こういったこれはハープなんですけれども実際には120種類くらい今楽器を作っています。で日本での活動では小学校中学校高校の文化祭に呼んでいただいたりできるだけその、コンサートとか多くやらせていただいたりそういった、皆さんがハープとかこう音楽を聴く場で一生懸命こう演奏の機会をいただいたりしています。これは今年度のモデルなんですけれども新しい楽器っていうのは年に一度くらい新作を発表しているような形ですね。で、私なんですけれども小学校の本当に3年生くらいの時に西部開拓史という本を読みまして未開の地をこう歩くっていうものにすごく心を打たれたんですね。で、生涯自分は開拓何か開拓していくようなパイオニア的な存在でありたいなっていうのを一途に思っていました。で、まあ、そういう思いをずっと持っているっていうことが自分の中ではすごく情熱であったんですね。で、その情熱だけが自分を突き動かせるものがあるっていうふうに信じていました。で、そういうことを考え始めた時に内村勘蔵さんの本を読みましてすごくこの最初の Eye for Japan っていうのにすごく心を動かされたんですね。内村勘蔵さんっていうのはクリスチャンで信仰によってこの情熱を持って日本のために尽くした方なんですけれども私はこれをビジネスで突き動かされたらいいなっていうふうに感じていたんですね。それで、ビジネスを通して何が自分が日本のためにそれから日本が世界のためにできるかなって考えた時に、自分ができる少しだけのことがこうつながっていくそういう感覚がビジネスを通してできるんではないかっていうふうに感じました。で、スタートアップっていうことなんですけれども、これから起業される方、会社を登記すればじゃあ会社が始まるかっていうわけではないっていうふうに私は思っています。何かしてみようとか何か始めてみようってそう思った瞬間から実はもう経営っていうのは始まっていると思うんですね。私はそのスタートアップ時に自分でそのお給料をもらってたんですけれども OL 時代にお給料を、不動産に投資しながらコツコツと貯めて自分で 100% 投資して会社を作ったんですね。それなので思い入れがすごくあります。事業で経営していくっていうことは多分その最初のスタートアップもすごく大切なのでぜひこれから事業される方にはそこのスタートアップ時に自分がどのくらいその自己資金として貯められるかっていうのも試されているのかなっていうふうに少し思います。で私が実際に戦略的に取ったものなんですけれどもハープっていうのはもう既存のマーケットが日本では出来上がっていたんですね。で自分としてはその販売価格の上限ですねそれを把握しながら、販売のスケールを認識しました。そこでどうやって後発が、先発の会社に勝つかっていう優位性を考えた時に自分ではその、ボトムプライスを設定しました。これでマーケットがどう動くかなって考えたときにやはり上からの圧力をかけてしまうっていうことで市場がだんだんとその既存の価格設定というのを下げてくるんですね。でそこに私はそのハープのトッププライスっていうのを設定して、挟み込むっていう戦略を取りました。これによって、中ではこう身動きが取れない比較的勝ちやすいマーケットになるっていうことですね。あとは貿易なので、海外から日本に入ってくるそれを今では仙台の方から各地にこうインバウンドさせるバウンドさせる力がやっぱり働くと一箇所二箇所っていうよりは、各地にこう拡販させていくっていうところにすごく大きなマーケットのメリットっていうのがあるように思います。
はい、でこれからやっていきたいことはこのようなあの大きなハープですね、グランドハープというハープを今スイスで作っているんですけれども、見ていただくと分かるんですが、中にあのたくさんこうメカ的なものっていうのが部品があるので、まあ、それを今勉強しながら、開発しています。で私は決断するときにあのやるかやらないかっていうのを考えるときに、やらないことの埋没してしまう利益っていうのを考えます。その上で自分で結論をする、起業家っていうのは常にやっぱり意思決定なので、まあ、一度決めたらそれを最善の道というふうに信じることが大切かなと思っています。マーケットは不確実性もありますし不透明性もあるんですけれども、やはりこの道でいいっていうふうに信じるっていうことが大切だと思うんですね。で仙台でスタートアップ、私は実は神奈川県で起業したんですけれども、今本社も仙台に移しています。仙台っていうのはあの起業するときは国や世界を相手にすぐにこう立ち上げようって思う人は少ないと思うんですけれども、まずその届く範囲ですね、可能かどうか、あとこれがリスクなのかチャンスなのかっていうことを見極めながら、仙台でぜひあのスタートアップ、自分の夢の実現をしてほしいなっていうふうに思います。それで最後にですね、 KKD という概念なんですけれども、私があのビジネススクールに行って本当に初日の日に言われたことは、ビジネスは KKD だって言われました。経験と勘と度胸ですね。で今日見渡してますと、その女性の方多いんですけれども、女性は特にすごく度胸があると思いますので、今日こうしてあの、私も、参加させていただいたんですけれども、今度は皆さんとビジネスを通してゆっくりお話しできる機会があればいいなと思っています。ご清聴ありがとうございました。